皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。ああ、一番最初のね。あ、やっぱり目、戻ってるわ。普通の目に。あ、ってことはやっぱり戦わないんだな。で、戻ってくるのは、同じなんだね。そうだよね。でもさ、そういう、なかったことになってたら、龍之介生きてるんじゃないの？まあ、そうなるよね。淡路島ね。覚えてない。7月22日ね。なんかデジャブみたいな感じなのかな？え、戦わないんだったら、メッセージ何残したのかな、牛を。あ、ちゃんとブレーキ、そうだよね。影の存在がないんだったらブレーキ壊れてないよね。今までの癖か。うわあ、みんな生きてる。よかったよかった。牛尾は？じゃあ牛尾やっぱり生きてるよね。やっぱり、健在だね。やっぱそっかそっか。よかったー、戦わなくてー。あ、元気元気。いきなり！あ、すのめ。あ、じゃあ、あれ？南雲先生にじゃなくて、新平にメッセージ送ったんだ。それだったんだ。じゃあ大人の龍之介くんいるのかな？見れるかな？ちょっと見たかったんだよな。まあ、ここにいるかわかんないけどね。
ことは両親も生きてる？新平の。だって死でにやられたんだよね。そんなみんな知ってんだ。前日。でも、やっぱりスマホ違わない？赤いスマホで、やっぱり、ひずるさんのスマホにメッセージ言ってたよね。夢か。夢として処理されてる？これは何？一時帰郷なの？もう戻らないのかね、東京に。これは龍之介くんでは？あ、違うか。子供だもんな。普通のしおりちゃん。嬉しいんだよ。そりゃそうだよね。子供たちにも知られてんだね。これはみんなでお祭り行くかな？みんなというか、牛音。今、ハイネって言った？でも久しぶりに帰ると変わってたりするよね。街並みとかさ。あ、このお店なくなってるとか、たまに様変わりしてたりすることあるよね。あ、でも都会なら結構あるけどどうなんだろうね。あー、神社来たのね。じゃあ神主さん違うんだ。あー。普通に年取っている。うん、ちゃんと。うん、ちゃんと代替わりとかしてるね。貝殻の。なんか思い出した？
潮騒の。このエンディングにたどり着いてね、とか、言ってたね。いるのかな？牛を？いた！探してるのかな？あ、やっぱりワンピース姿なのね。そんな他人行儀な。ああ、こっちもか。やっぱり。さあ、こっちはこっちでね。心残りもあったんだよね。影踏み？ちゃんと伝えなきゃダメだよ。そこで影を割りするってなんか、いい演出というか、エモいね、なんか。あった？あったあった。危なー。踏んでたら割れちゃうよね、それ。やっぱそれがつなぐんだね。影の後ろが、やっぱり、繋いでくれたのかな？一つになってる影が。24日はお祭りか。ああ、サインもらったんだ。
なんだっけ、沼男？それなんだ。そっちなんだ。はいね。もしかして龍之介くんの子供がハイネって名前にしたの？絶対今の、大人の龍之介じゃない？ああ、やっぱり生まれ変わったんだね。縁のある人たちのところに。いや、絶対イケメンになると思ってた。奥さん誰なんだ？生まれ変わったら仲良くしてね、みたいなこと言ってたもんね。何の小説？さっきの？新作なんだろう。みんななんか他にないのかな？他の人はどうなんだろう、記憶。ネタを探してるんだね、やっぱりね、小説家。お祭り出るんだね。お店も。違うか。龍之介さんの、龍之介さんだって、龍之介の奥さん、ひずるさんの友達かと思ったけど違う？でもそれって、しおりちゃんのお母さんだよね？あれ？こんがらがってる ちょっと似てる気がしたんだけど。そうだとしたらしおりちゃんと兄弟ってことになるよね？あれ？そうちゃんは？ミオに告白は？寂しいのは、やっぱ影の潮が、存在が消えたっていうのもあんのかな？告白するんだね。頑張れ。振られるかもしれないけど
でも分かんないね。やってみないと分かんない。みおちゃんも可愛いな。二人でチューって。ああ、あのファミリーが。うん、ピリピリしてる、ピリピリ頑張ってる。大丈夫か？だいぶ、筆が乗ってるようで 歯入ってるけど おお、スランプだったんだ。ああ、そのタイトルになるのね。やっぱ最後は、お祭りで、この二人のシーンかな？うん。2回目なの。あ、おみこし担いでたのね、あの格好、ハッピーは。お、どうなる？あ、見てる？ 妹よ そう、あっちは後ろがなくなってた世界だからまた変わる可能性はあるよね。ミオの返答もね。あの時？ええー、え、それって、あっちの記憶じゃなくて？わ、綺麗。え、二人同時に記憶が蘇った。うわ、今ちょっと鳥肌が立っちゃった。うーん。ナイスな、ごのせい。ただいまかな？ただいまだね。うん。そう、今回ただいまか。わー、花火で終わるんだ。いい終わり方だね。まだ終わってなかった。あら、これうまくいったのかな、そうちゃん。ケーキ作って、あ、誕生日って言ってたっけ？それはダメでしょう 甘くないでしょう うーん、潮の誕生日か。終わりかな？終わりましたね。はい。サマータイムレンダー25話ですね。最終回見終わりました。いやー、長かったけど、見応えあったね。いやー、ハッピーエンドで終わってよかった。もう一回戦い繰り返すとかじゃなくてほんとよかったよ。いや、なんかね、なんか前回見た時は、あれ、まだ目が青いままって思ったんだけど、今回ちゃんと、黒目の状態でね、両目がね、ちゃんとスタートしてたから、あ、それ見た瞬間に、あ、戦い繰り返さないんでよかったーと思って、そこでちょっと安堵しましたね、まずね。いや、あのね、そうそうそう、前回のちょっと見直してて、え、待って、戦いを繰り返さないということは、なかったことになるから、ね、300年前にデータだけ言って、消したからさ、なかったことになってったら、もしかしたら、大人の龍之介くん見れるんじゃない？みたいな。みんな生きてるよね？と思って。いや、なんかすごい楽しみにしてたんですよね。
そういう、あの、そう、なんかね、ハイネがね、消えるときに龍之介くんと手つないで、生まれ変わっても仲良くしてねみたいな感じでね、言ったんだよね、龍くんにね。いや、それがその縁として結ばれて、龍之介くんがね、大人になったときに子供として生まれてくるっていうのもいいですね。いや、どういう形でその生まれ変わったのかなってね、それも気になってたんですよね、ハイネがね。まあきっとその戦いがなくて平和な世界になってたら生まれ変わってるんだろうなって思ってたんだけど、そっか、子供になってたか。いやー、それも良きですね。いやー、すごい、本当に縁が結ばれてるって感じで良かったですね。いや、そっかそっか、前回はその私がちょっとね、うまく理解できてなかったところもあって、感動がちょっと追いついてないところもあったんですけど、まあ、もう一回見直してみて、そして今回ね、その戦いがないっていうことで、やっぱり前回のはね、影の牛尾とのお別れだったんだよね、新平ね。いや、なんかあっちはあっちで切ないよね、影の牛尾が消えちゃうのもさ。まあ、なんかもともとその本来の牛尾もね、新編のことが好きだったから、もちろんそういう下地があるから、まあ新編さえうまくやればというかねあ、まあ謝ったりとか今回してましたけど、まあきっとハッピーエンドというかうまくいくんだろうなとは思ってたんですけどね。でもなんかちゃんと牛尾への気持ちとかをね、自覚したりとか、俺こんなに牛尾のこと好きだったんだみたいな感じでね、痛感してたのって、影の牛尾の、なんて言うんだろう、影の牛尾と交流できたからというか、彼女のおかげっていうのは結構でかいなと思ってて、なんかそれなのに影の牛尾が消えていってしまうから、なんかすっごい悲しいというか、そこは切ないんですよね。同じ存在のようでいて同じ存在じゃないみたいなのがね、すごいそこ切ないなーって改めてね、思いましたね。いや、でもなんかあの感じだと、そうくんとみおちゃんもね、なんかいい感じになったっぽくないですか。あれはなんか結構ルンルンな感じだったしね、あの後ね。どうなんだろうね。でもなんかあっちの世界ではさ、牛尾がさ亡くなってたから、多分なんかこんな言い方したらあれだけど、もしかしたらお姉ちゃんもねいないし、今は私が告白してもいけるんじゃないかっていう、ちょっとのなんかやっぱりそういうのもあったんじゃないかなって思うんだよね。でもそんな風に思ってしまう自分も嫌だしとかっていう、きっと葛藤があったと思うんだよね、みおちゃんね。でもこの世界だと、本来のこの牛尾が亡くなってない世界だと、多分ああ二人はやっぱり戻ってきたしくっつくのかなっていう気持ちもどっかにあるだろうから、みおちゃんの中でもうちょっと諦めというか、好きって気持ちはあったとしてもそこまですごい強くなってないというかね、なんかそういうのもあるのかなーって。なんかちょっとずつね、やっぱ世界が変わるというか、人が誰かがいないとかなることで、あれですよね、人間関係って本当にちょっとしたことで変わったりとかしてますよね。なんかこういう世界線ものとかね、パラレルワールドもの見ると本当そういうふうに思いますよね。ちょっとしたなんかボタンの掛け違いじゃないけど、バタフライエフェクトまでいかないかもしれないけどさ、ちょっとしたことで本当人間関係とか出来事がちょっとずつ変わってったりとかしてるみたいなね。まあそういうのが面白いですよね、こういうなんかループものとかね。いや、でもうまーくこうストーンと着地した感ありますね。すごい綺麗にまとまっていたなーって。まあさすがにこの25話があったからね、丁寧に描けたっていうのもあると思うんですけど、
これがちょっと12話とか13話だったらね、一旦ちょっと切らないとみたいな、ちょっと凝縮した話になっちゃってたかもしれないですね。いやだから25話って良かったですよね。ちゃんと丁寧に描けてね。いやなんか本当良かったですね。あの人間のハイネも幸せになれたし、龍之介くんもね幸せになってるし、まあ、ひずるさんも小説家としてね邁進してるし、新平とね牛尾もいい感じになりそうだったし、そうくんとみおちゃんももしかしたらちょっといい感じかなっていう感じですしね。やっぱりこのエンディングにたどり着いてねっていうのはあれだったんだろうね。あの砂浜で貝殻を探して歩いたりとかしてるところなのかな。まあ、あの未来なんだろうね。ちゃんと謝ってこうまた距離が近づくじゃないけどね。なんかあの影が合わさったりとかしてるの良かったですね。なんか今まで影と戦ってきたけどさ、なんか二人の影がこう合わさってるっていうのが、影踏んだからもう動けないよみたいなさ、遊びとかね、その影踏みとかあるけど、なんかそういうことをそのタイミングというかこの最終回でやってるのがすごい、なんか今までの集大成じゃないけど、なんか全てをこう表しているかのような感じで、あ、そのタイミングでそれやるのエモいなって思いましたね。いやー本当よかった。いやーなんかすごいハラハラしたりドキドキしたり、え次どうなるのとか、え今のどういうことってね、結構振り回された感じもありますけど、それが楽しかったですね、前編通してね。すごいたくさんの感動をもらったと思います。という感じでサマータイム連打25話最終回ですね。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でもよろしくお願いします。それではマーブルでした。